この度、アート・オブ・ダムキーパー日本語版というものを出版することになりました。この本は、アメリカで去年の11月に出版されまして、おかげさまでものすごい、好評でですね、今回3月に銀座のですねクリエーションギャラリー G8 というところで僕らトンコハウス展という展覧会をやらせていただきます。それを記念して復刊 .com からダムキーパー、アート・オブ・ダムキーパーの日本語版の書籍が出版されることになりました。ダムキーパーというショートフィルムを作った時も本当に僕らのやっぱり絵描きのこのパッションみたいなものを注いだ作品だったので、やっぱ画商を作るんだったらもう本当にこだわりたいなと、ただ単に絵を並べるだけじゃなくて全てに関して手に取った時に僕らの気持ちが伝わるような本にしたいと思ったんです。でそこでアメリカでものすごく優秀なですねジョン・ファンと、パム・シュルというデザイナーさんに頼んで素晴らしい本を作っていただきました。で今回日本語版を出版するにあたって、僕が本当前から気にしていたですねあの役者さんの斉藤匠さんに、推薦文を書いていただきました。斉藤さんはものすごく映画好きというところを聞いたので、なんかその斉藤さんにお褒めの言葉をいただいてものすごい嬉しいです。今回その3月の展覧会に僕とロバートも来日してですね、いろんなイベントを企画しています。サイン会だったりとかトークショーだったりとか、その情報もぜひその僕らの Facebook を見ていただければ、詳細書いてありますのでぜひお越しいただければと思います。それではよろしくお願いします。Thank you.